ジョン・ロバート・シーリージョン・ロバート・シーリーは、イギリス・ケンブリッジ大学の歴史家、追筆家、英国傍聴史の著者。ジョン・ロバート・シーリーは、出版社 RBC リーの息子として、ロンドンに生まれた、宗教的あるいは歴史的な主題についての関心が、深く、ロンドン市の学校とクライスト・カレッジで学んだ。クライスト・カレッジでは、古典の学士課程及び、大法官助勲者の総大となり、 学友として古典の指導教員となった。一時、彼は出身校の学等となったことがあり、また、1863年には、ユニバーシティカレッジロンドンのラテン語の教授に選ばれたこともある。1866年に無名で公表され、後に彼のものとして知られることとなった随筆、エッケホモは、広く読まれ、キリスト教に対する攻撃ともみなされて、 多くの反響を呼んだイエス・キリストの人間性だけを扱い、神聖国家の創立者及び王としての彼の仕事に着目して、この社会すなわちキリストの教会には人々の間に道徳の基準とその活発な実践があった影響を示している。シーリーはこの本を破片として、あるいはテキストが言及しなかった教義の真実を否定しなかったものとして意図した。しかし、 多くの批評家は、まだ、キリストの扱いに関するあら探しをした。多くの人々が、この著作をその内容だけでなくその文体にも価値があると考えた。それは、比較的簡潔で流れるような除述により、特徴づけられる。1815年、ワーテルローの戦い1883年、イギリス帝国交流史の研究に一時代を隠した、名著、英国傍聴史を表した。 シーリーは、イギリス帝国の発展は、当初より一個雄大な目的を立てて、その遂行を図ったのではない。ただ一の工業より自然に他の工業を生み、ほぼ自然に建設せられてあるものであると述べ、また、その中で、名誉革命の翌年の1689年から1815年のナポレオン戦争終結に至る一連の英仏構想を第二次百年戦争と名付けた。さらに、 当時のドイツ帝国の挑戦に対し、イギリスはイギリス人が植民した帝国領との結びつきを強化しなければ、帝国の偉大さは維持できないだろうと説いている。シーリーはまた、近代的な大国としてのイギリスの外交政策の本質をブリティッシュポリシーと呼び、その形成期の研究の重要性を呼びかけている。年の戦いアルマダの海戦と、 スペイン継承戦争は共にイギリスが世界的大国として飛躍する契機となったが、シーリーはこの間の時期をブリティッシュポリシーの成長の時期であるとみて、ここにこそ大国としてのイギリスの本質を理解する上で書くことのできない重要な過程が含まれているとする。すなわち、この間の100年余りの間の試行錯誤こそがブリティッシュポリシーの骨子を作り出し、 その間のサクセスストーリーと失敗の教訓とが、イギリス特有の外交文化を育てたというのである。シーリーは、この成長の104年を、三つの山と二つの国に例えた。山とは、エリザベスとスペイン無敵艦隊、クロムウェルの戦争と平和、オレンジ公、ウィリアム三世の成功物語であり、彼ら三人に共通するのは徹底した、現実主義、悪なき国益の追求と、 堅牢なナショナリズムである。それに対し、国は、ジェームズ一世とチャールズ一世、チャールズ二世とジェームズ二世である。ジェームズ一世とチャールズ二世はコーチだが傲慢な、浪費家であり、チャールズ一世とジェームズ二世は、強情な無双家であった。いずれも、議会を敵視し、しばしば外国に盲従して、英国人を憤怒させた。外交面でも、失勢を重ねた。CD、によれば、このように、 イギリス外交における伝統は、一朝のうちに現れたものではなく、挫折や揺り返しを多く含みながら、100年かけて徐々に、形作られたものであり、それを一言で言えば、定地こそ、イングランドの外堀であり、その独立こそ、イギリスの主要利害であるとする、勢力均衡の思想である。ケンブリッジ大学、シーリー歴史と書館 ABC さ JR シーリー、ザ・エクスパンション・オブ・イングランド、ロンドン、 1883AB Sir, JRCD, The Gross of British Policy, Cambridge, 1922ありがとうございます。